東京都議の補欠選挙に中野から前北都が出ることになりました。東京都知事の嘘だらけ、都議会の民主主義を破壊する行動に我慢できないことが出馬の理由だ。中野区は小池百合子の子分の荒木千春が出る。小池百合子の一味を滅ぼそうと意気込む。選挙の後援会長には友人で、かつ小池百合子の天敵の小島敏郎さん。選対委員長は木村もお隣さん、未来会議の代表。なぜ中野区かっていうところは、荒木千春さんがいるからです。小池さんと荒木さんに嘘をつき続けないでほしい。嘘の上には幸せは築けないから、もっと明るい政治にしようよっていうことを言うために、中野区の有権者の人に聞いてみたいという思いで立候補しています。